寝坊勇者。他のエンドを目指していこう。まさかの1周目はそんなに頑張らなくてよかったっていうね。別の方法で倒す。ティータイムとかもね、触手がどこで手に入るのか。この攻撃力上げとかもまだちょっとよくわからないからな。とりあえず一度クリアしたことにより何かしらのフラグは立ってるはずだから、それでよいしょ、同じようなルートをたどっても何かしらの、そうだ、メイドさんに手作りおにぎりもらって、メイドさんに話しかけないと触手ティータイムのフラグがもしかしたら叩かないかもしれないので、ここら辺で一度セーブを挟み、井戸に行き、井戸ブレイクをして、開けるがう、炎の杖がう、ここら辺はね、まあ一緒の流れですけども。いい、オッケー。で、靴下も盗めてと。あ、しまった。ここ取りに行きたい。あー、取りに行って。今のビロス。こういうビロスがあったときは、慌てず騒がず、ロードをして、いや、慌てて騒いでロードしよう。わー、わー、わー、ガウ、わー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 、炎の杖は、あ、あ、あ、こっちが、は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 、ファイヤー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 、あー、これでいいのか。降りて降りて降りて。結局またビロスをしてるじゃないか。へい、へい、へい。もう、1分経っちゃう。こっから登って、僧侶仲間にし、これやっぱりマウス操作じゃなくてキーボード操作の方がいいのか。で、90までいったからこいつは倒して、ぶっ倒す。杖、ん？あ、杖じゃない、杖はまずこっちをやつを倒さないと。雷の杖、1000コイン、一応のサングラスと、潮干狩りセット、ご飯作る、1000コイン掘り当て、セーブ、400コインで外に出る、怪物すぐにやっつけて戦いますわ。風の力を手に入れて、なんかペース遅いな。こんなんじゃ間に合わないよ。はい、女神様、竜の卵を送れ。討伐しましたわ。光の盾、魔王城に行く、やっつける。どれが欲しいんだ、どれが必要だ。買わないじゃなくて、こっちこっちこっち、こっちの交換が、交換できるもんないか。フィギュア、砂時計、あれ、剣とかってどこ手に入るんだっけ、忘れちゃった。残り20秒いって倒せなかった、まずいな。残り15秒しかない。この状態で魔王に突っ込むとどうするんだろう。お、ふう、なんとか間に合いましたわ。戦闘形式はどうしましょう。チェスで戦う、セーブする、セーブするってってのがあるってことは、何か難しい戦闘があるかもしれないってことだよね。拳による戦闘、魔王、今すぐバトルですわ。ふむ、時間を守らない奴は許せんが、血の気の多い奴は嫌いじゃない。いいぞ、戦闘開始だ。3分だ、それでしまいだ。かっこいい。魔王様の出番はないわ、私がやっちゃうから。ピッカピカ魔法を放たれた。ガウ、あ、サングラスで防いだ。ガウ、あら、なかなかやるじゃない。もう俺様が相手だ。爆裂パンチで小鹿に向かって放たれたけど、うわー、
お、低反発枕を構えて、いい、なんとか助かった。むー、俺様の最強パンチが枕で防がれるとは、ぐるるる、ふむ、お前たちは本気を出すにふさわしい相手だ。むの人たち、タルトタタンに向かって放たれた。あ、いやー、か、あれを使えば、左の盾を構えて攻撃を防いだ。あわわなななななんとかなりましたわ。俺の渾身の一撃を受けて立っているだと、おのれおのれ、うむ、ふざけた戦い方、そんな程度で勝てると思っているのか、結構、今までの知識がちゃんと役になったね。大真面目ですわ、今度はこっちの番みんな行きますまよ。ガウ、ん、おっと、危ない、あ、倒せなかった。あ、秘密もやね。でもさね、私の素早さは魔王軍で一番だよ。闇の魔女の超絶高速馬弾が盗賊ガウガウに当たった。あ、キュン、負けちゃった？もしかして、ガウガウ、そんな。お友達がいなくなった途端、ずいぶん弱気になったな。予定通りだ。あー、まずい。うわー、こんなはずでは。何が足りてないんだ？いろいろ足りてないんだろうけど。ふぅ、疲れた。結局、最初からやり直して、あ、やべ。私としたことが根本的にまだ何かが足りてないんだな。ただ必要なものは間違ってないはずなので、途中のセーブからやり直してもいいんだけども、一応何かが抜けてるはず。あまり話しかけてこなかった村人とかにも声をかけ始めようか。ガウー、この像とかなんか関係あったっけ。コインを授けましょう。あ、これは栄翔のあれか。ちょっと今回は捨てにして、お肉与えられる人って誰だっけ。とりあえずここはこなしておいて、コインも足りてないからしっかりと回収しなくちゃいけないし、ここはマウス操作だと変なルート通っちゃうね。で、ミミックもしっかりやっとかないといけないし、伝説の武器の5時間ほど、これどうしようもないか。なんかしらフラグあんのかな。ここは燃やしてミミックで、この後にミミック行ってから僧侶仲間にして、タルトタタンして、ここら辺の人は特に物とかくれないんだっけかな。こいつはやっつけておく。ゴーストやっつける。お姉さんはこの抜け道の情報、雷魔法、潮干狩り系は他なんか必要あるかな。こいつはコインで譲ってもらった方が結局は早いから戦いますわ。ちょっと改めてここの情報をもう一回おさらいしようかな。インキュバス一辺、入り口より4つ目、時の剣を示せ。ああ、そんなのあったな。時の剣自体が手に入ってないような。でもまとめて倒す方法、闇の魔女の弱点はこれはサングラス持ってるから OK。ケーキ、お、そういうのも買えないと。うん、魔物マニアとのアイテム交換、ちょっとアイテムの内容をおさらいしてみるのもありだな。今のところ持っているやつだと、オークキングの大好物、ナポリタンは妖精王の大好物、魔王戦で効果、攻撃力50上がる。あ、でもこれも一応で取っておかないといけないんだろうな。すごい、鮭、明太子、ツナマヨ、天ぷら、各種のおにぎりが揃っている。終了。ミミック倒しのここから僧侶ちゃんを仲間に、死に生きの外の海に出ずに、最初の町で何か変化はないものだろうか。あえてお家に戻って
みんなを仲間にしてから漫画を読むとか、特に何もなく、だんだん内容を覚えてくるともう話せなくなっちゃったりするような、そういう人もいるけど、実は何か情報を持っているかもしれない、持ってないかもしれない。お、飛べた。ふーむ、実に複雑な最上級の封印ですわ。けれど勇者の前には無意味ですわね。ぶっ壊す。おお、これいけたのか。ん、なんと1000コインで青い扉開けて、これ多分戻るようだな。伝説剣タイムルーラー、あー、これが時の剣か。やったー。どこに行く、これでミミックか。なるほど、これ先に取ってからミミック行って僧侶仲間にしてだね。残り30秒しかない。この状態でどこまで行けるか。けど一応いつもの流れは通ってしまう。16秒15秒戦いますわ。インキュバス全員やっつけるぞゾーンの探索だけしてみるか。これか。あら、この時計、他の時計と少し違う音がする気がしますわ。剣で切りつける。伝説の剣タイムルーラーの人たちを受けてみなさい。リア充爆破スイッチが作動、インキュバスが全員爆発した。やったー。お、インキュバスの羽元に入れた。なるほど。ぶっ壊し。草むらから1000コイン。タイムルーラー。ビッキングパパをして。各ポイントポイントにはちゃんとそこに通じるワークポイントがあるんだねってことだよ。だから見直すとしたら、やけに遠回りしてないかなっていうところが実はカットできたりっていうのが他にもありそうだね。この辺でセーブ。残り1分しかない。ここは地道に倒すしかないよな、きっと。で、竜玉もらって、堀宛への討伐しました。光の盾は必要だろうからね。で、タイムルール知って、インキュバス死亡で、こいつらは手作業で引くしかないかな。吸血鬼、おっと時間がない。かまどだ、火をつける。ファイヤー。あ、なるほど、これで先にやっつけるのか。こいつらは手作業で、交換物で2倍になるゴブリンの靴下で魔法少女の剣。これグレースケールになってるから一瞬わかんないけど、攻撃アップの薬。残り10秒。あ、もう時間がない。適当に買う。3、マジ、風まず。間に合うか。よし、おぉ超間に合った。ここのセーブって結局意味ないよな。選択肢とかがもしかしたらあるのかもね。さあ、さっきと違う結果にはなるか。魔王バトルですわ。かっこいいよな。グラサン防御、枕でガード、光の盾、いくぞ。回復ロッドとかでこれいけないのかな、倒れた人たちは。あ、うわー、あれ、これでもダメだったか。何が足りてないんだ、この時点では。